美味しすぎてリピート確定。イエイ、1分でわかる太巻き。今日はポリン流キンパ編だよ。ご飯にごま油をまぶしたものを海苔の上に広げていきましょう。土手は作らず均等で大丈夫ですよ。これから置くこの配置はなるべくポロポロしないように考えて置いているので、真似していただけるといいなと思います。ほうれん草、牛肉、そしてそれを囲むように人参で、今回はパラパラのたくあん、大きいのでも大丈夫だよ。そしてそれを蓋するように卵ちゃん置きます。そして卵を押さえながらくるんってやるとパラパラしづらいです。やりやすいよ。そしてのりしろめがけてぐるんとしたら、ちょっとキュッキュッて押さえながらのりしろ部分が下に来るように一旦くるんとします。これだけだと不安なので、もう一度巻き直して、そして全体に均等に力が加わるように優しくキュッキュッキュッってしていきましょう。そしてはみ出てたらそれを中に押し込みまして、ごま油を塗っていきます。もうね、キンパって感じだよね。そして適量のごまをパラパラパラってかけていきましょう。こんな感じ。切るときは濡らした包丁を根元から引いてドンってすると綺麗に切れます。おすすめの切り方となっております。わあ。そしたらじゃーん、もうめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ作ってみてほしいなと思います。参考にしてください。材料はこんな感じです。やってみてねー。